あ、皆さんこんばんは。こんばんは。21時になりました。聞こえますか？今日もまた皆さんいっぱい入ってきてくれて嬉しいです。ありがとうございます。みんな今のうちにトイレに行ったり飲み物を用意してください。そうですね、ね、また30分間僕たちに、僕たちと一緒の時間を過ごしてもらえたらなっていうふうに思っています。台風新潟はなんか駆け抜けていきましたけど、九州地方はひどいことになっちゃったみたいでね、心配ですね。そうですね。でもまた来てますよね。ああ、また今度新しいの。この3連休またなんか台風来るみたいだけど、そしたらちょっと、あ、海田さんリクエストくださいましたね。はい、広田さんの方もリクエストいただいてもよろしいでしょうか。あ、じゃあ海田さんは、あ、スピーカーオンにしてくださいましたね。あ、聞こえてますか？ます、はい、聞こえてますよ。あ、よかったです。はい、あ、すごいよく聞こえてる、クリアです。はい、ひろちゃんもお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日さ、はい、新潟に、新潟っていうか、まあ、僕らバンダイに住んでるんですけど、バンダイの、あ、来ましたね。あ、ひろたさん来ましたね。はい、ひろたさんもスピーカーとして今マイクを調整してくれてるかな。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ございます。よろしくお願いします。はい。あ、そうそう。新潟のバンダイに、あのですね、サンマルクカフェがあるんですけど、そのすぐ隣にたい焼き売ってるじゃないですか。あの、いつも買ってくるところ。あそこのマロンクリームが激うまで、やばかったですよね。あ、そうなんですか。俺だけいつもたい焼きを買ってくるんですけど、そこで近く通るたびにもう多分20匹以上食べてると思うんですけど、そこがね、美味しいんで、新潟に来た方はぜひサンマルクカフェのたい焼き、あ、サンマルクカフェではないです、サンマルクカフェの隣にあるチェーン店ですよ。あ、チェーン店ですか。はい。あ、じゃあそのたい焼き食べたい。新潟じゃなくても食べれるっていうことなんですね。食べたい。あ、まあ、ぜひね。ぜひ、うん、勝手に近所でにあるうまいものを紹介してるだけなんですけど、うん、広田さん、そういえばあの引っ越しは落ち着いたんですか？少しは。なんとか片付いて落ち着いてはきたんですけど、はいはい、もうこう年を取ってからの引っ越しはちょっと命に関わるなっていう。もう本当に、ちょっとね、本当に命の危険を感じましたね。そう、あれですよね、クリエイターズデスクトップ、広田さんのやつね、最新のやつ上がってて、そうそう、不思議な、いろんなかっこいい楽器の他にも不思議な楽器とか、民族楽器が、そう、もう狐の仮面があったのを見たときはね、ちょっとやるなと思いましたけどね。仕込んでやらんなこいつと思って。そういう俺もライトセーバーを置いてたりとかしてたんですけど、さすがと思いました。、ね、この次はね、そう、あの狐面はどっから、あれはね、京都、僕出身が京都の伏見稲荷の辺なんですけど。本当ですか。伏見稲荷で、そうそう、買ったんですよ。すごい。このもう本場のですね。じゃあね、すごいな。そうそう。次はね、海田さんにクリエイターズデスクトップお願いすると思うんで。ね、いやー、もう片付けないともう大変なことに。そっからですね。あ、じゃあ5分になったからやりましょうかね。そしたら。はい。はい。はい、はい。じゃあ、やっほー、皆さん、こんばんは。町田松蔵です。ひろちゃんです。あかりんです。はい、ありがとうございます。
あぶ。ありがとうございます。本当もう。すいません。もう海田さんに足を向けて眠れない。いやー、寂しいっすね。加藤さんの加藤さんのちっちゃい声でえっていう。あ、もうね、ツッコミを忘れた加藤さん。はい、じゃあですね、今日も始まりました、ビギブラッドクリエイターズラジオ5回目なんですけど、まあ、このコーナーの趣旨はですね、ペニーブラッドを、知っていただいた皆さんにですね、ここでしか聞けない、内容の話を伝える場です、今から30分間どうか楽しくお付き合いしていただけたらなっていうふうに思います。まず、そうですね、最初ちょっと前説的なことなんですけど、あのゴライアスの投票ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また24時間やっていただいて、で無事に A のデザインにね決定しましたけど、どうですか加藤さん、なんかコメントとか。あの私からしたら、あの3人とも可愛い我が子なんで、どれが選ばれるかなと思ったんですけど、はい、あ、ちょっと B が一番人気がなかったみたいでして、あれは最後まで、あの実は町田さんのディレクションが入っていて、一番私からすると、あの前作のシャドウハーツっぽいテイストがあるキャラクターだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうですよね、僕がこと細かくこうしてああしてって言ってああなっちゃったんですけど、最後出来上がった時に自分でもちょっと大丈夫かなって、ね、思ったぐらいで、で前回のあのラジオでみんな正気を保ったまま投票してくれって言ってたんですけど、そういう意味もあったんですけど、でもあのツイッターで、あのなんだ、 B もいいじゃんって、 C もいいじゃんって言ってくださっている方がいっぱいいて、で、ね、であの中にはなんか C の蒸気エンジンを背中につけてとか、ああいうアイデアとかもあったんで、もうね、どうせならあのそういうのもつけて最終的にはあのマジンガー Z みたいな、あ、マジンガー Z って言っちゃったよあのに日本製 の、 あの スーパーロボットユニットみたいなのが送られてきてパワーアップするみたいなのをちょっと考えてもいいかなとか思ってます。 A にそれが全部つくんですか。そうですね、あ、まあ、そのあの、まあ、僕が考えても結局書くのは加藤さんなんで、ね、どうなるか分かんないですけど、どうにかするのは私ですよね。そうですね、はい、まあちょっとこれからいろいろ考えていってみたいと思います、はい、でね、もう今日はお二人ともすごいゲストが来てくださってるんで、はい、ちょっと進めていきたいと思うんですが、はいはい、今日のアップデート、あ、昨日の昨夜のアップデートでね、キャラ8人目のキャラ、ついにロクサーヌが、はい、公開されました、はい、あのうっすらヴァンパイアが次来るぞって気づいてる方もいらっしゃったと思うんですけど、あの、まあ、あの以前のシリーズのようなね、あのちょっと逆キャラのコミカルなヴァンパイア像とはちょっと違う、キャラクターをですね、今回ペニーブラッドでは考えてたんですけども、まあ、時は、競争の20年代で華麗なるジャズエイジということでね、あの第一次世界大戦に従軍する黒人の兵士たちの間で最初にあの生まれていったのがそのジャズっていうあの音楽なんですけど、それが生まれた時代で、その歌姫になる黒人のヴァンパイアっていうことで、あのキャラクターをね考えてきました。で、そこで今夜はですね、その待望のサウンド界第2弾ですから、広田さんとね、そのロクサーヌのイメージの曲を作ってくださった海田さんにねご出演いただいて、いろいろ話を聞いていこうと思います。はい、はい、ではそれではね、早速あの広田さん、海田さんにお話を聞きましょう。まずね、最初に海田さんから、簡単な自己紹介とですね、今回ペニーブラッドへ参加していただくことになったね経緯なんていうのもちょっとお話ししていただけたらなと思いますんで、あのお願いします。はい、ですね、海田あかりと申します。作曲や編曲、作詞なんかもやっています、うん、業界はですね、94年に、株式会社カプコンに入社しまして、
アーケードゲームの、ご存知ないかもしれないですけど、ヴァンパイアハンター、まあ、ヴァンパイアですね、はい、を最初に、やらせていただいたところから、まあ、小さいものから、大きなもの、バイオハザードみたいな大きなものまで、さまざま関わらせていただきまして、代表作としては、ブレスオブファイア3とかロックマンエグゼシリーズ、あとオニムシャスリーとかですかね、10年くらいお世話になりまして、その後、独立して、それ以前よりももっと、さまざまな、会社さん、ゲームなど、音楽も、いろいろ関わらせていただいております。すごいね、はい、そうそうたるタイトルがね、並んできてますけど、すごいですね。僕らがもう普通に聞いたことのある曲ばっかりだと思うんですけど、うん、そうですね。じゃあ無駄に業界歴が長いですね。いや、とんでもないですよ。そしたらラスト8人目のキャラ、ヴァンパイアで歌姫のロクサーヌの、ね、曲について、ちょっと作曲していただいた上で、どんなイメージで作られたかお話を引き続きお願いしてもいいですか。はい、ですね、ロクサーヌ、絵を加藤さんの絵を、見せていただいて、めちゃめちゃナイスバディやなというところで、ちょっとすごいセクシーずるいんちゃうかっていう感じだったんですけど、まあ、ダークなところに品があって。まあ、若いのに渋いし、すごいこう、なんでしょうね、イメージ的にはこうすごいつるりとしっとりとしている感じで、うん、でもやっぱり渋いんで、こう低い声が似合いそうだなっていうところで、うん、低い、そして、うん、なんでしょう、まあ、ちょっとこう暗めの、うん、感じから始まりたいなっていうのがあって、はい、このあたりは広田さんにも、ご相談したところではありますが、はい、あんまり明るくなりすぎてもちょっと違うしなっていうところで結構悩んだんですけど、うん、なんかそういうダークな感じを引きずりつつも、1920年代のこうジャズの一番最初のシンプルな感じのところをやっぱり盛り込みたいよなっていうところで、ちょっと明るくもなりつつでもやっぱり暗いみたいな感じで、なんかこのグラスはね、最初海田さんをそのまんまユートのおじさんたちに紹介されて、うん、音源聞かせてもらって、ああかっこいいなと思って、でぜひじゃあお願いしますというか、うん、お願いして、でとりあえず飲みに行きましょうってね話になって、燃料が必要ですからね。そうそうそう、燃料が必要ですから、ね、うん、で飲みに行ってロクサーヌの話をして、松蔵さんのキーワードをお伝えしたりしてね、はい、でなんかこうその時にどんなやっぱりイメージでした。その時ってロクサーヌの絵はあったんだっけ、あったんでしたっけね、一番最初って。最初からいただきましたね、うん、そうかそうか、うんうんうん、なんかで酒を飲みながらお話しして、それを何回かやって、で最初結構海田さんの上がってきたデモで、いやもうすごいいいじゃんとか思ったんだけど、うん、結構ビッグバンドというかね、ブラスバンドが結構入ってるような感じで華やかな感じだったんだけど、うん、で、あ、別にすごいいいんじゃない、ジャズクラブっぽくてと思ってたんだけど、こう最終版が来るちょっと前に海田さんの方でちょっとアレンジを少なめの編成でしてみましたとか言って、ピアノとベースとクラリネット、あと歌だけで来て、うん、あ、すごいこれはなんかこう少人数でロクサーヌのこうアンダーグラウンドさっていうかほの暗さが出てていいですって言って、この編成でぜひっていう話をして、うん、であれですよね、ロクサーヌ自体がその
禁酒法の時代の、地下酒場で歌う、うん、そうですね、うんうん、ヴァンパイアの歌姫っていうのですごいこう地下酒場っぽいアンダーグラウンドさが出てて、でも すごくこう明るいんだけどこのぐらいなんかこう素晴らしいなって思いましたね、うん、いやもっとね華やかにしたい部分もあったような気はするんですけど、うん、またそれは別の曲でもいいんじゃないかなっていうですがあれば、うん、また考えればいいかななんて思って、うん、やっぱ一番最初の基本的なところはやっぱりそういう背景的な面からもなんかこう基本的なとこをちゃんと入れたいなっていうのがありましたね。うん、ね、もうあの曲自体がすごいセクシーでグッとくる曲ですけど今広田さんが少しお話してくださいましたけど、その楓さんと広田さんはお酒以外でもなんか連携とかって取っていったんですか？まあ、基本的にお酒ばっかりですけど大体お酒ですよ。あの曲はもう あれですね、 もしかしてぐでんぐでんになった楓田さんが歌ってる感じの曲なんですか？そのバージョンも作りますか？酔っ払ったロクさんのバージョン。すいません。そうですよ。そう、もう、ごめんなさい。そう、さっきその、うん、派手やかな曲もっていうふうにおっしゃってくださってたんですけど、そのロクサーヌ自体はその禁酒法の地下酒場で最初歌ってはいると思うんですけど、同時にイメージボードで公開されたのはアプリコットクラブっていう酒場があって、あれ本当はコットンクラブなんですよ、うん、ね、もう本当はね、でもコットンクラブ自体をちょっとゲームに出すことはできないんで、アプリコットクラブっていう名前にして出しているんですけれども、まあいずれ彼女は多分ゲームの中で華々しくあそこで歌ってくれるとは思うんで、そういうような時にね、今の地下酒場っぽいところからその華やかな曲にまた楓田さんに作ってもらいたいなっていうのがね、あるんですけど、いいですね、楽しみ楽しみ、まあ、これってなんだろうね、ダブルキックスターターが終われば本編の開発もスタートするんで、まあ、本編でも楓田さんに曲を作ってもらいたいっていうみんなの期待と、まあ、僕からのラブコールとっていうので、ね、このなし崩しになんとか本人に言うって言わせられないかっていう作戦ではあるんですけど、はい、どうですか楓田さん。いや、ぜひぜひという感じですね。本当ですか？やったやった、もう広田さんが思った甲斐があった。よかったよかった。じゃあちょっと、まあね、せっかくそのスーパー作曲家2人が、ね、来てくださってることですからね、ちょっと広田さんに楓田さんと実際にペニーブラッドでやっていって組んでやってみたいことみたいなのお話ししていただけたらと思います。そうですね、僕らもファン目線でね、うん、そうそう、ね、楓田さん作詞もされるって最初に言われてたんですけど、はい、ね、ロクサーヌの歌のね、作詞とかもいいなとも思うし、うん、ロクサーヌ、うん、歌素敵ですよね。素敵ですね。最初に歌詞つけそうになってましたしね。皆さんあれ楓田さんが歌ってるんですよ、うん、やばい。セクシーセクシー、そうそう、で、うん、ロクサーヌのそのイメージ松戸さんに聞いていた時に、うん、やっぱりこうジャズシンガー歌姫なんだけど、ヴァンパイアと人間の愛の子っていうやっぱ人外なところがあると思うんで、うん、それをね、本編の方ではぜひ楓田さんにはこう超音波を出しながら歌ってもらったりとか。超えないっていうね。なんかこうそういうちょっと人外なエフェクトをかけたりしてみたいですね、その出来上がった曲とかに、うん、うん、なんか面白い手法、楽しそうですよね、うん、ね、ヴァンパイアのロクサーヌが歌ってるような曲っていうイメージなのかな、そうしたらもう、そう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 、あ、どうだろう、ちょっと歌ってる時にその人外さが
にじみ出てしまうみたいなのがかっこいいですよね。あ、いいですね、それね。いいですね。今日が乗ってきたらどんどんこう人外に聞こえてくるみたいなね、うん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 、あるといいなとか、はい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 、なんかそういう意味で、あの海田さんが作っていただいたジャズ、作っていただくジャズとかに、うん、それはなんかおそらくあの20年代の環境音的な感じだったり、うん、あのその時代の音として、うん、あの鳴らしたりすると思うんだけど、そこに少し何か自分の方でクラブミュージック的なとか、なんか実験的なあのエフェクトをかけたりして、こう実験的なリミックスをそのジャズにしてみたりしたら、うん、あの、うん、その場面がまた変わる時が、あ、なんかかっこいいんじゃないだろうかとか思ったりね、うん、そういうコラボが面白そうですね。楽しそうですよね。いいですね。ぜひ入れましょう、それも、うんうんうん、どんどんなんかゲームの中が豪華になっていく。自分でも想像してる以上になんかすごいものができそうで嬉しいな。そういえば海田さんはジャズはどこかで勉強されたんですか？いや、私はですね、大学が、ジャズピアノのコースだったんですね。で、それ以前から、すごいジャズの、音楽大好きで、これはまあ話せば長くなるんで結構割愛しないとダメなんですけど、なかなか多分あの他の作曲家さんたちでなかなかないと思うんですけど、普通にアイドルが好きだったんですよ。で、まあ、そのアイドルがたまたま歌ってた曲が、ちょっとビッグバンドっぽいアレンジで、何これめっちゃかっこええやんって言って、すごい好きになったんですね。きっかけはめっちゃそこなんですけど、なので、それまで普通に経済大学とか受けようかなと思っていたのに、ジャズのコースが始まりますっていうお知らせが、来てから、あ、じゃあそれっていういきなりの急変更で大学に問題に入った偏屈な人なんですけど。それで行けちゃうとこがすごいけど。今は問題ですよ。なんかそういうノリで入ったみたいな感じなんですけど、そうですね、今思えばそこで歴史もあったのに、うん、なんでそんな勉強しとかなかったんだろうっていうのを今結構後悔してるところでありますね。何気に実は昨日海田さんと仲間を集めてバンドでセッションしたんですよね。ですね。そうで、あのロックサンドの曲をやってみたりしたんだけど、うんうん、なんか素敵でしたよ、生でやるとやっぱり。あ、本当ですか。それは素晴らしいですね。なんでそんな難しい曲書いてしまったんだという実感したみたいな。そうそう、誰が書いたんかなっていうのをずっと言ってましたね、私。ずっとつぶやいてましたね、素晴らしいね。今度なんか機会があったらぜひ聞かせてほしいですね。ぜひぜひ。いやー、本当ですね。そうそうそう、なかなかね、自分が書いた曲を演奏するところまで考えて作ってないので、うん、演奏したら実はすごい難しくて、なんでっていうのってちょっと昨日すごい実感してしまいましたね。でもなんか口ずさみながらなんか書いたりとかするんじゃないんですか？あ、どうでしょう、いろんな方いらっしゃると思うんですけどね、うん、私はひたすら脳みそでコネコネやる人なので。あ、そうなんだ。そうですね。あ、でもなんかコード譜をいただいたんだけど、うん、コード進行を見てたらなんかこれはすごくクレーバーな人なんだなっていう感じが、すごいね。いや、なんかそれもノリでやってる、うん、脳みそでコネコネとか言いつつ、まあ、うん、脳みそでいろいろやってると、え、このコードって何なんだろうって後で思って、えっとってなったら、あ、これこうだったんだみたいな感じですよね。面白い。でも本当になんかね、ロックサンドの曲、メジャーキーだったところが、
うん、もうすぐマイナーに変わったりとか、うん、急に暗くなったりとか、急に、まあ、転調っていうのかな、うんうん、なんか面白いなと思って、うん、非常にこう譜面を見てて見てるだけでもすごく楽しめるみたいな感じでしたね。そうなんだろう、作曲さんにも、うん、作曲家さんにもいろんなそのやり方とかがあるんですね、うんうん、まあ、人それぞれですよねこればっかりは、うん、すごいな。自分の譜面なんてね、なんか海田さんにも見てもらったけど、うん、なんだこのコードはっていう状態ですよね。サス、サス2ですね、サス2、サス2、サス2オンなんとかみたいなね。もうなんかこれはコードにすると一体どういうことなんだって考えて、うん、無理やり考えたらこうなったみたいな。あ、でもやっぱりなんかコードで考えるっていうよりはこの音がかっこいいから入れたけど実はどうなってるんだろうって後で考えますね。そっちの方ですよね。ね、なんか、うんうん、じゃあやっぱその瞬間的なインスピレーションでこの音っていうのも生まれてくるわけですね。そうしたら、そうです、そうです、うん、そうですね、うん、すごいね、ある意味ひらめきみたいなものが絶えずないと、天才型、うんうん、そうだね。あ、もう出ないとき全然出ないんで。あ、もう今日打ち止めやしみたいなときもあります。そうですね、なんか共感できます。ちょっと安心しました。出続けるそうか、そういう感じで、うん、ね、海田さんとコラボがすごく楽しみですよ。いや、めっちゃ楽しみですね。いや、楽しみ本当。他なんか広田さんこの際だから もっとみたいに伝えてることとかってあります？あ、そうですね、なんか 前作過去作、うん、で、まあ、やりきれなかったところがあって、うん、それを今作ではちゃんとやりたいなっていうところがあって、うん、結構民族音楽のね、いろんなリズムだったり音階だったりっていうのを、はい、その前作とかでは多く使ってたんですけど、うん、そのあ、これかっこいいじゃんっていう感じで聞いて、で自分なりにアレンジして入れるっていうことをやってたんだけど、うん、今作ではもっとこう、そのじゃあどうしてこういう音音階になってるんだろうっていう、その民族とかのちゃんと文化を勉強して、うん、リスペクトしてそれを伝わるように、うん、皆さんに伝わるように作っていきたいなっていうのがすごくあって、ここはちょっと、うんうん、前作からのちょっと反省点があったんですね。なんかこうちゃんとこうリスペクトを、もっとリスペクトを伝わるようにしなければっていうのがあって、うん、そこをなんか今回は、ね、こんな素晴らしい機会を得られたんで、皆さんにお届けできればと思ってますね、研究して。すごいですね、曲に歴史が感じられるようになるって感じですかね。 したらそうですね、なんかすごくそのまま何かそれをそのままこうやるっていうわけではもちろんないんですけど、うん、この作品に合うようにアレンジももちろんしていくし、なんていうんですかね、こう、まあ、フィクションの民族音楽ではあるんだけど、そこにちゃんとしたこう、うん、実際のこう歴史だったりとか文化だったりの、うん、要素が入ってたり、リスペクトをちゃんと入れてこうやりたいっていうところですね。あ、すごいですね、うん、いや、僕らもなんかいろいろ歴史のこと調べてからゲーム作ったりキャラ考えたりとかしてますけど、うん、音楽にもそういうのを当てはめるっていうことですよね。すごいな。ストーリーなんかでもすごい、どうしてもそれが必要になりますもんね。そうですね、うん、でも確かにそのなんだろうな、今回のペニーブラッドの曲聞いて、うん、過去作のや曲ももちろん良かったけど、うん、なんかね、ちょっと深みが増したなっていうのは、どの曲を聴いてもあったの。だからそれっていうのは、うん、なんか多分今広田さんが話してくれたそういう姿勢とか意識みたいなのが、うん、にもう現れてきてるってことですよね、多分。あ、嬉しいな、もしそうだとしたらすごく嬉しいです。素晴らしい、すごい、うん、まあ、そういえばもうそれちょっとじゃそのつながりでいいけど、まだ実は公開されてない曲が1曲あるじゃないですか。ああ、はいはいはい、
エミリアの曲ですよ。そうそうそう、加藤さん一番お気に入りの。忘れてました。それあの名曲を、あの名曲はね、どのタイミングで公開されていくのかすごい気になってるんだけど、まあ今聞ひろちゃんが話してくれた話を聞きながら、聞いた後でもう一回あの曲を聞いたら、なんかすごい来るもんあるかもしれないなって思ってました。ね、まだでも本当にあの曲の最初のワンテイク目なんで、うんうん、これからどんどんもっと海田さんとに協力していただいたりして、どん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 良くはしていこうと思ってますね。なんか本当に次に出すエミリアのテーマは本当にこう取って出しというか、こうなんつうのかな、こう本当にコアなコアなコアなところのエミリアですね。うん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 、待ち遠しい。待ち遠しいよ、本当に。ね、まあもう、あとアップデートの機会もね、数回だと思うんで、うん、そのどっかのタイミングでは出ていくかと思うんですけど、僕、いや、多分金子さんもそうだと思うんですけどね、そのアップデートの次の内容みたいなのを知るのってね、前日ぐらいなんですよね。多分出てくるだろうなと思ってる。そういう意味ではね、まあ、僕ら自身もね楽しみにしてるし、あとまあ、曲じゃないけどベイビークトゥルフのねデザインもね早くみんなに見てもらいたいなって感じだったりするんでね、うん、まあ、じゃあちょっと30分も超えてきたんでそろそろあれですかね。そうしたら最後広田さん、海田さん、なんかおっしゃっておきたいことがあったらなんかお願いします。はい、はい、じゃあそうですね、もうすぐキャンペーンも終わるので、ね、皆さんここにいらっしゃる方々はすごくおそらくこのゲームが大好きになってくれそうな方で、多分ご支援応援たくさんいただいてる方々ばっかりだと思うんですけど、まだまだこのゲーム自体をね知らない、全く知らない人もいるだろうし、過去作知っててもこのペニーブラッド知らないっていう人もいっぱいいると思うんで、うん、何かそういう方々にこのあと1週間ぐらいしかないけどこう伝わる何かねことをみんなでしていけたらすごく、まあなんかライブ感あって楽しいし、うん、なんかこういい思い出になりますよねみたいな。そうそう、もう思い出作りだもんね。思い出作りになっちゃう。はい、そんな感じ。海田さんもじゃあファンの方へなんかぜひ。そうですね。なんだ、でも本当に私自身も本編の開発、もちろんリリースされてからのゲームがすごいどうなるんだろうなっていう、もうワクワクしかないので、ぜひ知らない方に広めていただければ、すごいせっかくなんでね、一人でも多くの方に手に取っていただければなと思うので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそろそろねもう時間になってきたんで、じゃあ、次回予告なんですけども、次回はですね、9月26日月曜日の21時から、お送りしたいと思ってるんですが、アームドファンタジアチームがね、開発のビートライブの西村さんが出てきて皆さんといろいろいろんなもの見せてくださったりとかしてるんで、うちもですねペニーブラッドの方も開発一緒にやっていただいてる株式会社セイド様からね、制作プロデューサーの岩崎さんと、あとはビジュアルディレクターの渡辺さんに、はい、シェードの渡辺さんなんですけど、うちの渡辺さんじゃなくて、はい、シェードの渡辺さんに、登場していただいてですね、今回の、ダブルキックスターターで公開された映像制作でね現場で奮闘してくださった皆さんの熱い声っていうのをねちょっとお届けできたらなって考えてます。はい、で、まあ、最後にちょっと耳寄りな情報なんですけど、町田と金子さんの、対談でお話しさせていただいたペニーブラッドの2週目のイベントシーン
にモノローグを入れたいっていうね、ちょっと野望がありまして、それは、うん、できればね、ぜひ実装したくて、そうですね、うん、それが入ると、はい、多分1回目何も知らないで遊んでもらって、2周目は全部知った上でさらにその物語の深みというか裏の考えみたいなのをね、キャラたちの考えっていうのを理解できて、また新鮮な感じで遊んでもらえるかなとか思うんで、そういう仕様で考えたんですけど、それはぜひやりたいなっていうふうに、私たちはちょっと考えてますんで、楽しみにしておいてください。はい。はい、じゃあ今夜ね、本当広田さん、海田さんにご参加くださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またどこかで。はい、ね、どっかで、近いうちどっかで。ダブルキックスターター、残り2週間ですけどね、みんな一丸となって駆け抜けますので、バッカーの皆さん、リスナーの皆さん、ファンの皆さん、最後まで、一緒に、このキャンペーンを盛り上げていくために、どうかお力をお貸しください。どうもありがとうございました。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 それじゃあ、また。次でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。バイバーイ。いなさい。